はいどうも、おもちゃんねるんです。今回はこちらです。少し前に買ったこちらのスマホのお布団ですね。1個300円の分なんですけども、こちらのお布団のサイズがね、やっぱ小さいということで、今回はこちら、はい、来ました。大きいスマホのお布団、お布団が大きくなりましたっていうのを見つけたんで、一つ買ってきてしまいました。前のやつはですね、こんな感じで、これ iPhone5 なんですけど、これがね、ギリギリ入るのかな。あと iPhone6 か、 iPhone6 の Mac も入ったんですけども、僕の iPhone6 Plus ですね、こちらがね、全然全くね入らないんで、これはダメだという感じで、まあメーカーさんも思って、あとね、ユーザーの声もあったんでしょうね、きっとね、俺のスマホ入んねえぞみたいな感じでね。ということで、多分ね、今回こちらの大きいスマホのお布団が出たんだと思います。てなことで、早速どれぐらいの大きさになっているのか見ていきましょう。ちなみに今回出たのはこの花柄ですね。まだ開けてないんでわかんないですけど、全6種類あったようで、あとプラスシークレットだったかな。そのシークレットの絵柄はちょっとね、僕わかんないんですけども、さあどんな感じで、結構ね、なんか派手なラインナップが多かったんですね。よいしょ、開かへんよ、開いた、よいしょ、はい、開いたー、おい、来たよー。あ、テープがめちゃめちゃ、テープが剥がれへんね。よいしょ。はい、来ましたね。これは多分ね、このブックレットの表紙にもなってるお布団が出たんやと思うんですけども、はい、こんな感じで来ました、お布団。はい、ちょっと開ける前にラインナップ見ときましょう。ね、はい。よいしょ。お布団が大きくなりました。大きいスマホのお布団、全6種うちシークレットが1種です。1つ300円。今回のラインナップはなかなか派手な柄が多いようですね。ラインナップは、一番地味な和柄、花黄色、ストロベリードット、ヒョウ柄、パンダちゃん、うわこれ欲しかったな。そしてシークレット、こんな感じの、前回とはまた違ってバラエティ豊かな6種となっております。いいな、パンダちゃん、ほんまに欲しかったな、パンダちゃん。はい、ということで、どんな感じでね、大きくなったのか見ていきたいと思います。なんかパッと見そこまで大きくなったんかなみたいな感じなんですけども、はい、こうですね。本当に大きくなってんのかこれね。え、まあとりあえずちょっとやってみましょうね。早速 iPhone5 からちょっと入れてみましょうね。寝心地、おっと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 、画面揺れたらえらい。はい、おお、深さはもうすっぽりとね、完全に潜ってしまう大きさになってますね。こんな感じでね、スポンと入ります。さて、問題は僕の iPhone6 プラスが入るかどうかっていう話なんでね、これが入るのか。さあ、お、いけるか、いけるんかな、これは。お、やった、寝れる、ついに寝れるよ。 iPhone6 プラス寝れたと思ったけど、頭出たこれいいんかな。これぐらいの頭の位置がちょうどええっていう人たまにおるけども、あ、おっと、頭出たね。で、ちょっとね、人でいうとこ、人間でいうところの、あの首の付け根ぐらいに枕が乗ってる感じになっちゃってるね。そんな表現でいいんかわからんけど、まあええかね。こんな感じですね。ただ iPhone6 プラス、見事に就寝、寝ることができました。まあ柄がなんやいうよりも、とりあえずもうこの入ったことにちょっと嬉しい。そしてちょっと毛が荒いね、縫いが荒くない、ゴミじゃない、糸がついとるかね。まあでも寝れたね。でもパッツンパッツンやね、これパッツカッツよ、本当に。もうクッション性のかけらもないよ、端っこなんて。もうギリギリね。はい、こんな感じですね。いいです。後ろは結構ふわふわ、はい、こんな感じで寝てください。ちなみに、あ、先ほどのお布団、アンパンマンが寝ておりますね。はい、ちなみに iPhone6 のモックを寝かしてみたところ、これが本当にジャストミート、ちょうどいい感じです。パッツンパッツンにもならず、ふわふわ感も持続されたまま、そっとゆったりと床につくことができます。 iPhone6 のね、ユーザーの方はぜひともね、一つ買ってみてはいかがでしょうか。アンパンマンとコキンちゃんは仲良く2人で寝ることができるようです。ちなみに前回は1人が限界
前回のとね、実際の大きさのところを比べておきますと、パッと見はね、そんなに大きくなった感じはしないです。横幅に関してはそんなにね、大きくなった気はしないですけどもね、縦はね、若干この枕一つ分ぐらいは長くなったのかなと。で、まあ厚みはまあ前と変わりません。で、本当に横幅はね、ピンと張ってしまうとね、もうそんなにどっちも変わんのちゃうかなっていうぐらいの感じですね。枕のふわふわ感が若干アップしますね。これほら、ボリュームたっぷりになってます。こっちちょっとペチャっとした枕やけど、こっちはふわふわ枕に変わってます。はい、ということで今回はスマホのお布団大きいバージョン、お布団が大きくなりましたバージョンのご紹介でございました。iPhone 6 Plus ユーザーの皆さんや、それ以外の Android の大きめの端末の皆さんは、ついにお布団で寝ることができるようになったみたいなので、ぜひともこの機会に買ってみてはいかがでしょうか。ということで今回はここまででございます。ではまた、さよなら、バイバーイ。はい、どうも、おもチャンネルのタルちゃんです。今回はこちらでございます。ちょっと面白いの見っけてきましたよ。スマホのお布団。ね。スマホぐっすり、夢心地ということで、スマホってね、スマホもね、たまにはお布団でゆっくりさせてあげようじゃないか、みたいなコンセプトで作られてるのかな。そんなガチャガチャを1個300円でね、ちょっと買ってきたのでね、うちのスマホちゃんもね、お休みさせてあげたいと思います。たまにはね。はい、それではね、早速開けていきたいと思います。6種類ございまして、シークルと含めてね。で、そのうちのね、3つがね、色白なんですよ。白い布団。で、今回ちょっと外から見えてるんですけども、白い布団なぁ、わかってるんで、その3つのうちのどれかです。では、開けていきましょう。じゃじゃんとドーン。ね。はい、スマホの布団。まずは一応こっちからね、どんな種類があるのか確認していきましょう。スマホぐっすり夢心地。